広島平和記念公園で平和教育を受ける高校生。平和教育とは平和について学ぶことである。平和教育は紛争解決の手段として平和な状態を維持するためにどうすればよいかを学ぶものである。お互いの立場、違いを前提としてそれをどう理解し合うか、対話の遂行とその合理的な解決の糸口を探る能力を身につけ、それを 反復練習する機会が必要である。学校教育においては、すべての教科、科目の時間において、このような学びの機会を設けることが可能である。例えば、男の子と女の子、運動の得意な子とそうでない子、学級登板をきちんとやっている子とサボっている子、日本人の子と外国人の子、強い子と弱い子、上級学年の子と下級学年の子、教師と生徒、大人と子供、 など。また、平和教育は、公教育において公式に行われる場合もあれば、様々な NPO や NGO など、学外の活動で行われる場合がある。そして、平和教育を受ける側は、原則として、公教育ではない NPO や NGO などによって行われる平和教育活動に、自発的に参加する者の,の方が、内発的に強く動機づけられる傾向がある。 平和学習は国際理解教育、童話教育、性教育とともに人権学習の大きな柱であると言われている。それ以上に教育全体の目標の一つと言っても良いだろう。武力についての平和学習においては人種、民族、宗教、国際間の利害や圧力を武力を行使して他方を屈服させようとしたことが今までの人類の歴史において 不幸と悲劇を招くものであることが学ばれている。日本においては、第二次世界大戦における広島市、長崎市への原子爆弾投下や沖縄島の地上戦、全国各地の空襲や官方射撃による被害、あるいは、福音や抑留などの被害について、その他の時代より重点的に学ばれている傾向がある。日本の平和教育では、第二次世界大戦に関連した学習が中心となる。 在日米軍、自衛隊と市民の圧力に関する学習、在日韓国、朝鮮人の差別問題、核実験の被害についても、第二次世界大戦と絡めて取り上げられることがある。一方で、カラフトに侵攻してきたソ連軍との戦いによって、もたらされた悲劇や在日韓国、朝鮮人と市民の圧力についての言及は避けられる、傾向があり、理解に乏しいことが不幸を招く事態も起きている。 また、沖縄県内においては、宮森小学校米軍基墜落事故など、アメリカ合衆国が統治していた時期に起こった軍事に関する事件も取り上げられることがある。学校教育における平和教育では、国語の物語教材、説明文教材を通じた、戦争被害の読み取り、社会化、地理歴史、現代社会での戦争の歴史、紛争の実態、平和条約や、 軍縮の取り組み、日本国憲法に盛り込まれた戦争放棄の理念、自衛隊や在日米軍に関わる市民運動と法的判断の実態の学習などを含む、ゆとり教育の導入により、学校5日制による教材削減のために減少傾向があるが、国語の教材として平和教材が盛り込まれている。保護者の世代が学んだ、かわいそうな像や最後の授業は、 昭和末期に別の作品に差し替えられており、一つの花や、ちいちゃんの影送りなどが、平成期のロングセラーになっている。社会科地理歴史、公民では、過去の戦争や日本国憲法を取り上げている。中学社会では、アウシュビッツ収容所や、アンネの日記と絡ませ、ナチスドイツのユダヤ人迫害を大きく取り上げる。また、地理分野では、 イスラエルとパレスチナ解放機構の闘争を取り上げ、世界平和に目を向ける。公民では、憲法と自衛隊、米軍との関わりや、軍縮の取り組みを学ぶ。特に高等学校で活発なのが、韓国、中国、台湾への修学旅行である。日本統治時代の支配について、学習を深めることが主体となる。ただし、日中、日韓関係の悪化や、各国における、 反日教育の推進、各国民の反日デモでの反日感情の高用などによる自粛ムードもあり、流動的な外交関係の影響を強く受けやすい。小学校などにおいては、親善人形の活動の一例として、1927年に日米の対立関係を防ぐ目的に、アメリカ合衆国のシドニー・ギューリック牧師を中心とした慈善団体が全米の児童らに呼びかけ、 12000体以上の人形を幼稚園、小学校などに寄贈したフレンドシップ道路をめぐる活動が知られている。日米海戦により多数のフレンドシップ道路が破棄されたが300体ほどが戦後に発見されており、戦前に推進された日米交流の経緯の早期や今後の日米交流の推進のほか人形を通じての戦争や平和を物語る。 きっかけ作りに活用されたりしている。顕著なのが、長崎市の高校生1万人署名活動と、国連平和大使の高校生スタッフ活動である。この他にも、対人地雷撤廃の署名活動などに、高校生が参加している。上記の英社会を芸術的行事の一環として実施することもあるが、最も大きいものは修学旅行である。関西地方の小学校では、広島、 秋吉大コースの旅行が多く、伊勢島コースと人気を二分している。広島では、広島平和記念資料館の見学、語り部の校は、広島平和記念公園での異例が主な活動である。平和公園では、全校児童から託された、千羽鶴や平和へのメッセージを手向けることが多い。小学4年生では、各都道府県の地理的な学習をする関係で、かつて空襲被害を受けた。 県庁所在地へ見学遠足が実施される。県庁、警察署、消防署、放送局の見学と抱き合わせで空襲被害を見分する機会を設ける学校もある。戦争による人的、物的被害を語り伝える活動が全国で行われている。太平洋戦争末期には全国で空襲や官報射撃による都市攻撃が実施されたことから、 各都市では攻撃の日時に合わせて平和集会を行い、戦争被害を語り継ぐ機会を設けている。東京都であれば、東京大空襲が起きた3月10日、沖縄であれば、陸海軍が玉砕した6月23日を実施日とすることが多い。広島市、長崎市では原爆投下日が夏休みに当たるが、投降日として平和集会を実施する例もある。 被災者の実体験を語り継ぐことが多いが、被災者がいない場合や、実際に攻撃を受けたことがない郊外、地方では物語や手記を教員が伝達する。被災者の高齢化によって、講師の質と講話の内容は次第に変化している。昭和40年代頃までは、植民地から追われた福音経験者や抑留された元軍人、軍族の協力を得られた。 50年代になると、戦地での苦労を知る講師が減り、都市攻撃の被害を体験した市民が主流になる。さらに年代が下がると、勤労奉仕のために学業に専念できなくなった。当時の青年層、学童疎開によって、家族と離れ離れの生活を強いられた。当時の少年層が中心となり、戦争に伴う人権被害に重点が移ってきた。 これら体験談の伝達に限界が現れ始めた平成年間からは、児童、生徒の側からの探究活動が主力になりつつある。祖父母の世代に当時の思い出を聞き取ったり、調べ活動の成果を発表したりする活動が増えてきた。戦争を題材とした劇や合唱の発表会を取り入れる学校もある。また、日常生活の中で発生するいじめ、喧嘩。 無視などの身近な争いを小さな戦争と捉え、平和宣言、人権宣言として発表し、克服する決意表明とすることも多い。児童、生徒一人数とに平和への願いを書かせ、掲示することもある。裸足の原野、津島丸、広島に一番電車が走った、子供の頃戦争があった、ガラスのギ、アニメ文学館、第11巻ビルマの建事など、映画、 アニメーションの英社会を行うこともあるが、ゆとり教育の導入による学校5日生徒の兼ね合いがあり、1時間以上の長編になりがちな英社会は好ましくないという考えもある。日本における戦争体験者の高齢化により伝承が難しくなっている。また、講話を聞く児童、生徒の態度も問われることがある。長崎では2005年に、 大阪府の中学校修学旅行団が矢地を飛ばして、講和を妨げた。一方で、昭和天皇の戦争責任や自衛隊のイラク派遣など、また、近年のサイバー戦争やロボット兵器、民間軍事会社の活躍など、21世紀の戦争を教えず、太平洋戦争下の個人的な体験ばかり教えることの時代錯誤性もある。保守派からは、日本帝国が悪いと教え込もうとする。 自虐士官との非難も見られ、平和ボランティア活動に参加する人に対しては、調査書に好ましい記載を増やすためのポーズになって、いるなどの抽象が聞かれる。平和学習に没頭する学習者の中には、クラスター爆弾は地雷であるなど、軍事知識が不足気味の人も見られる。さらに、米軍や軍事関係者に対する差別意識を植え付けて、いるとして保護者とのトラブルに発展した例がある。 過去の原子爆弾を扱った平和教育においては、裸足の弦のアニメや、皮膚がただれた人の写真など、刺激的な映像を、写真教材を見せ、児童にトラウマを植え付けることがたたみられた。ありがとうございます。